リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、本日もねウィンちゃんの動画でございますが、先日ねちょっと上げていた、ウィンちゃんがね噛み癖あるなーみたいなお話してたんですけれども、あとギョロメちゃんのね変な寝相ね、はい、の動画だったんですけれども、その噛み癖をね修正できるようにおもちゃを入れた結果、やっぱ遊んでるねっていうところでね動画回しております。それはもう噛んでいいよ。はい、それはねプラケースというかタッパーなんですけど、タッパーの中身はわたわたが入ってます。でタッパーはもともとあれです、レオパの繁殖の時に使ってたやつですが、なんだっけ、産卵床に使うためにね作ってたんですけど、結局産卵床なくても産卵しちゃうの でしかも産卵床に産卵しないし、なんか産卵してるの確認自分でしちゃうから、私がわざわざ産卵床なくてもいいなというところで産卵床をなくしたんですよね。で産卵床入れてたタッパが余ったんで、そこにポンポンの綿入れて、おります。と奥にはねハムスターとかが噛んでも大丈夫なやつの、まあ、かじり木みたいなやつで100均に売ってたやつを入れましたら、早速やっぱりね遊んでました。これ入れて翌々日か、この動画撮ってるのは翌々日ですね。なので入れた日はそんなに遊んでるの確認できなかったんですけども、入れてもう2日もしないうちにこうやって遊んでますね。うん、ちょうどいいんじゃないですかね、噛むのには。しかもコロコロ動いてくれるから飽きないでしょうし、なんだこいつ動くぞ噛んでやれって多分なると思うんで、ちょうど良さそう。めっちゃ噛んでるね。楽しい？楽しそうだね。噛む場所を探してねコロコロ動くから、追っかけるのに運動にもなるしちょうど良さそう。でここね網をねちょっと斜めでこうやって入れてて、でまあ直接ヒッターがポーチに当たんないような位置にしたくて、それでねこういう網を作ってたんですけども、ここがねデッドゾーンで余ってたのよね、ずっと。でなんかないかなと思って、ヒーターのねひよこ電球の温度ぐらいだと木は燃えたりはしないので、あそこだったら安全だなと思って、で手前にねタッパーをこう仕込むことによって、木の玉がね手前に出てきてこっち側に転がっていったりとかしないんで、遊び場としてはめちゃくちゃいい感じに収まったんじゃないかなと私は思っております。でね中にこうわたわたもあるんで、このわたとね一緒に遊んでいただければ。またもさっきなんかね中入って潜ったりなんか噛んだりして遊んでましたね。ちょっと綿よりあっちの方が好きっぽいな。うん、よかったよかった。いやーなんか実験というかね思惑通りに行くともう楽しくて仕方ないですね。私はなんかねそれ実験とかをね成功させたりとか、こう好奇心がねもう止まんないことがあるとねやっちゃうんですけども、そのやったことが思惑通りに進むともうこれ以上ないもうなんか喜びというか楽しみというかありますね。ちょっと古い作品ですけど、デスノートでいうところのライトのね計画通りと同じですね。もうなんかねおやったぜっていう風になりますね。思惑通りにね言ってくれると本当に楽しくて仕方ないですね。もうやった甲斐があるっていうところですね。あの子は特にだね、本当に私の思惑通り動いてくれたね。でも入れた1日目に関しては、まあ、私がねその後寝ちゃったりとか家離れたりとかしてたんで、家留守にしてたんで見てなかったんですけど、その次の日はね本当ちょっと家離れたりはしなかったんですけど、家で物やってたものの結構忙しかったんでなかなか見る機会なかったんですけど、いやー今日はもう朝見たらもうガチガチしてて、まあなんか夜中ガチガチしてるのはねなんとなく分かったんですけど、動画撮る気力までなかったんで、うん、ちょうどいいね。動画撮ろうかなーなんて思ってたらやっててくれていい感じでございますね。上の子たちもそしてガジガジして木ガジガジして遊んでるね。映るかなあれ、あそこでねはしごの木をガジガジしてるね。ほら
親見つかったって顔してる。あのはしごの木もねカチカチされております。こっちはこっちで違う木をガチガチしていただいて。え、ただそれ遊ぶんだな。もうちょっと上の方にもなんか噛めるもの増やそうかな。ここにね今ウィンちゃん入ってないんですけど、ここウィンちゃん用にケージ作ってはいたんですけど、ウィンちゃんねあのもうギョロちゃんと一緒でいいかなと。あのお父さんも一緒だったら話さないとなと思ったんですけど、お父さんのハロ君をちょっとペアリングを変えてパッちゃんの一緒にしたので、そうなるともう女の子同士になるので、まあ親と娘でね、お母さんと娘でここは入っててもらっていいかなと思うんで、ここのところのあのブランコも一緒に入れとくかな、まあ、その辺はちょっと悩もう。あのこの柱とかも噛むかなとは思ってて、まあでもな、また子供が生まれたりした時にな、その子供たちが遊べる場所っていうのは欲しいから、そうなるとここはこのままでいいのかな。ここまで結構おもちゃ増やしちゃったから、ここはこのまんまにしとこかな、うん、この時点でもう遊ぶものこんだけ入れてるので、こんだけあればね遊びに困らないと思うんだよね。こっちはちょっと遊びにね、まあもともとギョロメちゃんが遊ぶタイプの子じゃなかったらおもちゃあんまり入れてなかったんだけど、遊んでるっぽいから入れとこうかな、ってか追加しよっかな。うん、そうしよう。上は上でみんななんか遊んでるね。あ、鎖かみかみしてるね。まあ、鎖は噛んでもらっても全然問題ないんで、かみかみしてください。やっぱり噛んで遊ぶのが好きな子がうちは多いかな。なんか潜ってこうホリホリする遊びよりはカジカジする遊びの方が多いね。パッちゃんとねハロ君はね潜りの遊びが好き。あのポーチをねあのよくホリホリしてる。ハロ君もポーチホリホリタイプだね。ポーチの中でホリ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 なんかガリ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 やってる。うららちゃんはカミカミ遊びだね。でうちのねウィンちゃんもあのカチカチ遊びだね。でギョロメちゃんは遊ばない。シーティーとまあポーチをなんかホリホリしてるのはちょろっと見たことあるかなぐらい。こっちは寝てるね。あ、しかもあのモモケンポーチあの縫ってあった紐を切ったなこいつな噛んで切ったな。ほんとカミカミ好きなんだね。あいつずっと遊んでるよ。あ、思惑通り。なんかそれだけでもいいかもな。上に全然ぶら下げなくてもいいやそこだけでいいやこの感じでいくなら。うん、なんかめっちゃ遊んでるわ。お、入るか。違う、私に興味を持ったな。あ、リンとおるやんと思ったんでしょ。お、中気づいた。中で遊びな。あ、やっぱり噛むのが好きなんだね。取り出しては噛むんだね。ちゃんと中入った。もっと散らかるかなと思ってたけど、まあ、散らかってもここ戻しやすいからいいんだけどね。あ、持ってった。あ、持ってった。持って裏でカミカミしてる。それはね、また後で戻しちゃいいだけなんで。キョロメちゃんが落ちてきて、あー、思惑通りだわ。あ、もうそんな感じでいっぱい遊んでてください。そう、あのケージの中に遊ぶものがあればね、あの噛みたいっていう欲求はあの解消されるんで、その後ね実際出して私と遊ぶっていう時に噛み癖っていうのは多分減ると思います。あの噛み癖がある子っていうのはもう他の噛むものを与えておいて、もう十分それ噛むだけ噛んでもらって、でもう噛むものはそのおもちゃだと思っていただくと、あの人間噛まなくなったりするので、まあ、そんな感じでやってあげるのが良いかなと思います。まあ、それでも噛むとき噛むんだけどね、あの簡単には噛み癖っていうのはなくならないし、人噛んじゃうっていうのはね全然あるので、ただ噛まれても怒んないってとこですね。あの結構怒っちゃうことが怒っちゃう人いるんですけど、おい、何噛んでんだおいみたいな感じでね、あの噛まれてもあのゆっくり話してあげて、噛んじゃダメだよって諭すようにしてあげるとね、あの本当噛み癖っていうのは減るので、うちの子ね噛み癖それで減った子って実は何匹もいるので、キョロちゃんもねもともと噛み癖ありましたけど、その噛み癖なくなっちゃったし、あのあそこにいるねハル君も噛み癖はそれでなくなりました。ちゃんと諭してあげるとねやめてくれます。
あ、あとパッチもそう。パッチもね、噛み癖ありましたけど、こうやってね、おもちゃ入れたりとか、他に興味がね、出るもの入れておくと、自然とその噛むっていう癖をなくして、中でね、やってくれるんで。ってとこですかね。はい。ということで、本日はね、ウィンちゃんにね、噛むおもちゃを与えたところ、実際遊んでくれましたっていう動画でございました。またね、なんかこう、新しい発見とかね、ちょっと思惑通りね、行えたこととかありましたら、動画にしていこうかなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。過去にね、たくさん動画もアップしてますので、よかったらそちらの動画見ていただいて、よろしければそちらの方にね、いいねだったり、コメントだったり、そしてこの動画にもね、コメントいただけますと幸いです。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントーでした。バイバーイ。